お元気ですか？僕趣味です。今回夕食は卵落しそばと、これ枝豆豆腐でございます。枝豆豆腐のね、上に乗っけてるのはね、わさびなんですけどね、本当はちょぴっとでよかったんですけどね、ちょっとね、いつよりにちょっと多くね入れてしまいました。でお酒はね、トリスのサイダー割りでいきたいと思っております。はい、で1週間ね、またよろしくお願いいたします。またね、11月の今回はね、あの4週目あたりなんですけどね、ね、早いですね。あとね、7週ですよ。7週終わったらですね、あの新年迎えるんですよ。ね、まあ12月はね、祝日がありませんですけどね、3年前ぐらいだったらですね、天皇誕生日というね、祝日はありましたけどね、今の天皇誕生日のね、天皇のね、誕生日は、2月でございますのでね、今のところはね、12月の誕生日はないんですけどね、後にね、平成の日という祝日も、ひょっとしたらね、できるかもしれないという私のね、予想でございますけどね、そんな話をね、置いときましてね、皆様ね、本当に一週間ね、お仕事お疲れ様でございます。私もお仕事はね、あんまりね、自慢ではないですけど、大嫌いでございます。それでもね、働かざるを得ないのでね、まあ、疲れるんですけどね、頑張ってまいります。私のね、疲れてるものはね、非常にね、特殊でございましてね、ニポビタン D 飲んでもね、治りません。それぐらいね、特殊な疲れでございまして、仕事終わった時には必ずね、バタンキュー状態で布団の中にね、潜っております。だからね、カラオケ行こうとかね、ボーリング行こうとかね、そういう体力はもう残っておりません。だから YouTube 見るのがね、まあ唯一の楽しみでございますって、直筆サインカードもね、それもね、楽しみでございますけどね。はい。で、告知はございます。今日ですね、またね、プロ野球カード買いましたのでね、届き次第また動画として出しますのでよろしくお願いします。あとですね、ちょっとね、コミュニティ出すのを忘れてましたけど、カップラーメン動画もね、上げておきますので、よろしくお願いします。で、サブチャンネルの方でと、直筆サインカード総集編、ファイターズ編を出しておりますので、よろしくお願いします。後に、このね、ファイターズ以外の直筆サインカードもね、出しますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。